僕たちが、まあ、できることっていうのは、まあ、サッカー通して、まあ、子どもたちの方、はい、それから被災された方に、はい、まあ、元気を届けることが、はい、まあ、僕たちの使命だと思いますし、まあ、少しでも、はい、まあ、元気に、それから笑顔になれるような時間を、まあ、僕ら自身が、作っていきたいなというふうに思っていますし、まあ、継続して、まあ、支援できればなというふうに思っています。だから、まあ、選手たちはやはりこう集中豪雨があった、まあ、7月以降に、まあ、何かできないかっていう話をしてくれてましたし、まあ、今この時期が一番そのオフシーズンで、まあ、選手が動ける時間帯だとは思いますので、まあ、こういった時間を利用して、まあ、元ね、サンフレッチェの選手も含め、いろんな選手が、現役選手が、まあ、協力してくれたということは、まあ、非常に、ありがたいなと思います。